器の名前はパニサラとピッティプです。本日はスクミットプラザ交流会に関するアンケート調査について話します。この調査は34人の大学生に対するアンケート調査に基づいています。今年の9月10日から10月2日まで Google フォームを利用してアンケート調査に行っていました。これからアンケートの結果について話したいと思います。この円グラフを見てください。答えた人の性別を示しています。女性が18人です。男性は16人です。1ヶ月に交流会に何回行きますかの質問に21人が1回以下と言っています。9人が1から2回と言っています。4人が2から3回と言っています。どうやって交流会に行きますかの質問に14人がバスで行くと言っています。13人が BTS で行くと言っています。4人がタクシーで行くと言っています。2人が自動車で行くと言っています。あと1人がその他と言っています。誰と交流会に行きますかの質問に15人が友達と行くと言っています。13人が1人で行くと言っています。6人が恋人と行くと言っています。交流会で何をしますかの質問に 74% の人が散歩だと言っています。 59% の人は食事だと言っています。 41% の人は撮影だと言っています。32% の人はショッピングだと言っています。次はこの円グラフを見てください。答えた人のコリアハウの一番好きなところは好きなところを示しています。19人が店が多いだと言っています。8人は撮影スポットが多いと言っています。4人が交通が便利だと言っています。3人は製品が安いだと言っています。最後にこれまでの話をまとめたいと思っています。結果によると男性より女性の方が多いと言っています。1ヶ月にコリアタウンで1回以下に行くと言っています。大体バスで行くそうです。大体友達と行くそうです。コリアハウで散歩するそうです。コリアハウの一番好きなところは店が多いことだと言っています。何か質問などがありませんがないならこれで発表を終わります。どうもありがとうございました。